はい、皆さんこんにちは、佐賀敦でございます。産経新聞ですね、8月21日13時33分ですね。自民総裁誰に、トップは高市氏、どこにそんな調査結果があるんやっていう。党員の6割、自民支持層の4割、今日クラスルーム政治部など、よう分かりませんね。産経新聞グループのマーケティング会社、産経リサーチ&データは、9月の自民党総裁選で誰が選ばれてほしいかを調査した。その結果、高市早苗経済安全保障担当相は 35.9% でトップだった。これね、産経リサーチ&データっていうのは、要は産経新聞に対して何らかの交換行為を持ってる人がほぼ対象でしょう。まあそうなるとやっぱしですね、高い下になるんでしょうね。石破茂元幹事長 12.6、 小林高之 8.9、 小泉進次郎 6.4、 高市氏は自民支持層で 44.3、 そうですね、いずれもトップだったと。自民党員で 59.3。まあ高市さんが潜在的に人気あるっていうのはよく言われることですけどね。ただ今回の総裁選の結果とこれがですね、こうつながるかというと難しいような気もしますけどね。同社のウェブ上のアンケートモニターサイト、クラスルーム政治部の登録者を対象に8月21日午前まで実施と。まあ安倍さんのですね、こう考えを引き継ぐ第一人者はやっぱ高市さんでしょうね。安倍さんがですね、強烈にこう高市に入れろというふうにこう自分たちの周りに言ってたらしい。だから高市さんこの前前線したわけですよね。なんでですね、まあ、分からないでもない、その安倍さんファン多いですからね、なんで分からないでもないですけども、さて、こう次の総裁選27日というふうに決まったようでございますけども、来月の、それで高市さんが選ばれるかどうかはまた別の問題ですね。自民党の議員の中であんまりこう良くない、特に安倍派の中で良くないんですよね、高市さんの場合。昔安倍派だったんですけど飛び出したんですよね。お付き合いが嫌やってそのいやパーティー券買えとかって回ってくるんですって、同じ派の先生方の、なんでそんな買わなあかんの、嫌やんって言って、それが嫌で飛び出したらしくって、でも派外から一生懸命安倍さんを応援してたわけですね。で可愛がられていてですね、安倍さんのまあまあ後継者みたいな、政治思想政治信条の後継者みたいになってるわけですね。安倍派ではなかったですけど、で完全無派閥なんですね。でもしね、安倍さんが生きていればですね、次期総裁は高市さんで決まりやったかもしれません。安倍さんが生きていて、安倍派がですね、ちゃんと存続していてですね、パーケン問題とか全部きれいにしていればですね、次高市やと言うてですね、まあ多分それで麻生派は OK ってなりますね。麻生は OK ってなって、無派閥の人たちもある程度 OK ってなるわけですね。あとはですね、菅さんも反対はしないと思いますし、ですね、宏池会と二階派がですね、嫌やって言うてもですね、多分いけると思う、だからいけたと思う、なんで、ほぼ決まりですね。宏池会、茂木派、二階派がみんなで嫌やって言うて、誰か統一候補を出せればいいですけど、出せないでしょ。これだけ人材いないわけですからなんで出せないからアウトでしょうね。そいつらがみんな小泉進次郎でまとまるとも思えないし、小畑でまとまるとも思えないわけだって。なんでですね、多分高市さんで間違いないんですけどもですね、ここまでぐちゃぐちゃになった時にですね、基盤のない、党内基盤のない高市さんが総裁になるとは思えない。私個人的には嫌いちゃいますよ、全然。この人でなったら面白いなと思うし、前から言ってます通り、一回は絶対選挙かかってますよ。
9月に総裁決めてすぐに10月解散ってやったらですね、勝てます、絶対勝てます。なぜこの方はですね、私が知ってる中では唯一ビジョンがある方、自分の頭でものを考えられる方ではないでしょうかね。あの波いる中ではですね、まあ他の方はよく知りませんけど、あの少なくとも小泉進次郎みたいなですね、頭の中空っぽみたいなのではなさそうですよ、なさそうですよ。でなんでそれはふさわしいんですけども、勝てるかどうかと言われると若干怪しいような気もします。ただまあ頑張ってはほしいですけどね。あの思想信条から言えばですね、こういうしっかりした人が日本の総理になっていればそれなりに安心できるし、多分アメリカでハリスが出てこようがトランプが出てこようがですね、まあうまく対処できるんじゃないですか。ハリスの方はちょっと心配ですけどね、あの女性対女性なんです。そこが若干心配ですけども、まずトランプはうまく操るんじゃないですかね、この人は。なんでまあ期待はしたいところではありますけども、現実面を考えるとこの方の目は薄いんではないんかなという気がしています。まだやっぱしね、小泉進次郎かなと。あのいやそれがふさわしいと言うてるわけちゃいますよ、ね、僕も別にあいつが好きなわけちゃいますよ。どっちか言うと嫌いかな。でもそんな好き嫌いで考えるんちゃうでしょ。あの客観的に見て誰が行きそうかなって考えるわけであってですね、要はね、自民党の先生方からすると担ぎやすいか担ぎにくいかというね、みこしとして、高市さん担ぎにくい。なんとなくこう、要は自分で考える人なんでね、そのいいな、誰かの操り者にはならないでしょう。で小泉進次郎はね、うまく説き伏せればいいこと聞くでしょ、あいつは。アホやから。なんで最初に物を言うた人が勝ちみたいな、最初にやつのこう耳にこうその情報を入れた人が勝ちみたいなところあるでしょう、小泉進次郎は。でも高橋さん担ぎにくいし、選挙は勝てるんでね、そういう面ではいいかなと思うんですけど、その後がね、あのまあ女性でもあるし、分からんやん、女性が総理になったことないですからね、今の日本でね、はい。まあそんな感じでですね、自民党界隈では評判のいい高市さんでございます。なっていただくのは全然悪くはないし、この方がなってもそれなりに仕事はなさるとは思いますし、で選挙は絶対勝てます。あの憲政史上最初の女性首相となって、それでその精神差を打ち出せばですね、選挙負けるわけないんですよ。でこの方弁も立ちますからね、あの出て行ってもそれなりにですね、こう集客力もあるし魅力もありますし、ただあのもう立憲はキャンキャン攻めてくるでしょうけど、なんで靖国行くんやみたいな感じで関係ないよお前らと思うんですけど、はい。ということで一応ですね、このですね、産経新聞、自民総裁誰にというところをですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。